はいどうも皆さんこんにちは、もどかです。今日はですね、スタンドオフでチームデスマッチプレイしていきたいと思います。今日使っている武器はですね、スコーピオンエモということでね、まだ初期武器しかないので、このアカウントで、この装備を使ってやっていきたいなと、思います。よろしくお願いします。ということでね、やっていきましょう。あ、 BGM つけっぱなしですね。まあいいか、後で切っときましょうか。さあ、まずは、この庭に行って、デッサなんでね、足音をバンバン聞いてやるのもありなんですけど、なんかチームデスマッチは、どうしてもそういうルールの感じがしないので、くれ C4! うわー、マジか。うまいですね。L 字の外からやられましたね。さあ、あれをできるだけ倒しに行きたい。お、いましたね、今、スナイパーが。あれは来るかな？この C4 で死んでくれたらありがたいんですけど、死なないですね。ここの車を破壊できただけなんで、おそらくこっち側にいるかなーなんて思うんですけど、いないみたいですね。あー、でも、ここの青虎外に回り込んで、あー、やっぱいますね。あそこの塀の上登ってったか。コンビニ上にもいるんで、あんまり迂闊に出るとやられてしまうので、ちょっとここは引きましょう。さあ、ここに来るかな？ダンボ来ないですね。戦車もいないと。ここにもいない。あれ？敵さんと全然、あ、おーっと、いましたね、今。青屋根のところで、ここは、よし、これで、OK。うわー、そっち側にまだいたんですね。我慢強いな。さあ、ホテルに入って、もう一回、リベンジしに行きましょう。さあ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 、まだ1キルもしてないんでね。頑張って1キルは、もぎり取りたいなと思います。よし、まずは1キル。さあ、こっちから来るのか。来ないですね。ここに耐えて、よし、ここ、突っ切っちゃいましょう。今見えたんですけど、あれは無視でね、リロードして、OK。さあ、青空外から来るかな？いやー、今いましたね。多分こっち側に来てます。よし、OK。こういう時の C4 なんですよね。まあ、初期武器しか僕は使わないんですけどね。さあ、ここは上にいるのか。ちょっと上は危険ですね。今フラグを投げた痕跡が。いやー、やばいな。こっちから戻ってきて。いやー、上から来てたか。こいつにめっちゃやられますね。この方にめっちゃやられるんで。どうしましょうか。いやー、2キル3ですわ。まずいですね。どうしよう。今いましたね。あれを指切りでやれれば。よし、やれた。よし、彼の C4。OK。さてさてさて。スナイパーを落としてくれてたら、これを拾いたい。よし、拾って。ここ覗けば。いやー、いた。よし、まずは1キル。からの2キル目。よし、OK。さあ、サブマシンガンに切り替えて。ここ来るんじゃないでしょう。おっか。来ないですね。リスポンが変わったみたいですね。17対18。20対18か。結構いい勝負してますね。今言いましたね。僕自身ね、結構、久しぶりに、ゲームをやるので、ちょっと不安なところはあるんですけど、ちょっとおどおどしてるでしょう。いやー、スナイパーがめちゃくちゃ多いですね。ちょっと SMG だと不利かなっていう面があるんですけど、お、いるな。こっちの赤点。味方俺に任せてくれ。こいつだけは、やりたい。よし、OK。さあ、これ拾って。僕のね、本職はスナイパーなんでね。一応スナイパーが落ちてたら拾うとね。いやー、そこにいるか。なるほどね。マーカーも焚いてたんで、あれは、ここはスモークを焚いて、敵に見えないようにしつつですよ。ここに、投げちゃえば。いやー、無理か。いるかな？あれ？どこ行ったかな？敵がいなくなった。いやー、味方欲しい。やばい。まだ、いる。いやー、マジか。後ろからも来てたな。俺のせいでちょっと26対27になった可能性はだいぶでかい。どうしましょうか。この周りから、おっと、今いましたね。深追いは禁物と分かってても、深追いしちゃうんですよね。オッケー。さあ、こいつは、おー、バリスタを落としたか。バリスタを落としてるんやったら、ここはしっかりと覗いて、いないですね。ここにもいそうな気はするんですけど、いないみたいですね。リスポンが変わったかな？ちょっと。リスポンが変わってるっぽいですね。変わったということは、ここら辺に敵が来るという合図でもあるから、ここら辺に多分、今若手見えたから、よし、OK。やばい、後ろから。あ、危ねえ。よし、スモークを焚きましょう。多分このマーカー、やつのなんで、破壊して。あー、来てますね。よし、OK。いやー、また。いやー、マジか。やっぱ僕のとこにめっちゃ来ますね。これどうしようか。なんでこんなにハンターキラーが僕のとこに来るんでしょう。ちょっと。不安ではなんかの策略かな。さあ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 、ここ登って、ちょっと足音が聞こえちゃうかもしれないんですけど、登っていないこと確認して、こっち側行っていますね。
よし、これ美味しくいただいちゃいましょう。ラッキーラッキーラッキー。よし。お、今いましたね。あいつやりたい、やりたい。うわー、エイムがやばいですね。C4 くらい。いやー、無理か。あれやりたいですね。本当にやりたい。マジでやりたい。いやー、こんだけやっても無理か。多分、後ろからもおそらく来ると思うんで、今見えましたね。後ろに来てる。よし、OK。よーし。いやー、あそこの上にずっといますね。あのコンビニ上か。コンビニ上のやつをやらないことには。うわー、今やばいですね、これ。敵の UAV も出て、ちょっとピンチかな。よし、OK。まだいる。よし、OK。さあ、こっちから来ないか。さすがに来ない。僕ね、ゴーストなんで、一応。やばい！危ねえ！よし、一応ね、ゴーストなんで、そこまで、UAV が出ても気にしなくていいんですよね。それが結構強みかな。くれ！よーし、OK！ いやー、後ろから来てるー！危ねえ！危ねえ！なんか見られてそうですね。ちょっと怖いな。多分ここに、いると思うんですけど、味方と一緒に撃ち抜かれたくはない。よし、ワンキル。からの？まだ来ます。さあ、来てください。OK、2キル目。よし、ライトニングストライクが出たので、ここら辺にポンポンポンと巻いとけば、おそらく死んでくれるでしょう。リロードさせておきましょう。OK。おー、4キル素晴らしいですね。クワッドキル。さあ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 、味方後ろにいるんじゃないの？ということで、やりたいか、やりたいか、やりたいですね。OK です。さあ、ドラゴンファイアが出ました。最高キルストリーク。最高キルストリークもないんですけど、初期の最高キルストリークですね。これが出たのはだいぶ動画的にいいんじゃないでしょうか。味方さんが結構初心者が多いので、これはできる限りですね、援護してあげたいところではあるんですけど、やっぱり上手いっていうか、その、なるべくやってる人がね、やってない人の分をカバーしてあげるっていう感じが、チーム戦ではベストとなるので、あんま味方に文句を受けてもしょうがないかなということでね。よし、オッケー。やっぱドラゴンファイア強いですね。うん。こうやってこのくらいの距離に、おっと、マジか。くそ。もうちょっと動いとけばよかったな。よし、67対58、10点差がついてるので、そろそろ、勝負を決めに行っちゃいましょう。いますね、後ろに。あー、危ねえ。よし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 、オッケー。さあ、こっちにいるぞ。あー、やばい。うわー、やばい。うわ、マジか。今の隠れたと思ったんですけどね。うん。だいぶ下手くそなプレイを見せてしまって、非常に申し訳ない。いますね。ここの奥にいますよ。C4 投げて。これで、よーし、ワンキル。からの？からの？やりたい！よーし、OK。というわけで、お疲れ様でした。33キル、10です。キルレシオ 3.3 のスコア2845、1アシストでした。まあこんな感じでね、やってみたんですけど、いかがでしたでしょうか。綺麗なボドカということでね、今日は一切文句言わずにやってみたんですけど、また明日、こんな感じの動画じゃなくて、また正反対の動画を見せたいと思いますので、楽しみにしていてください。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。ボドカでした。さよなら。バイバイ。